放送作家純、映画でソウル。放送作家純、映画でソウル。この YouTube チャンネルは、あなたの仕事、金運、進学、就職、恋愛など、知りたいことをタロットリーディング、あなたが進むべき方向を示します。そしてこれまで見た5000本以上の映画の中から、あなたに今一番見てほしい映画を一本フィッティング。その映画はきっとあなたの道しるべとなり、ヒントを与えてくれることでしょう。今日の依頼者は東京にお住まいの女子大生1年 N さんからツイッターより DM をいただきました。私はマスコミ業界に関わる仕事を目指している女子大生です。日本人の悩みはほぼ人間関係といいますが、私も同じように人間関係に悩みを持っています。現在仲がいい友達に対して深く踏み込まれ荒らされたり、自分勝手に約束をつけられたりし、あまりいい印象を持てなくなりました。また仲良くなればなるほど、距離感が近くなればなるほど、うまく感情が乗らなくなります。また家族に対して劣等感があります。5人家族で姉と弟がいるのですが、昔から親からの待遇の違いに苦痛を覚えていました。それが自己肯定感の低さにつながりました。いろいろな人の感情などを勝手に想像して自分を苦しめていると理解しています。このように人間関係にあまりいい思い出がありません。私自身平和主義者で関係がうまくいくように努力しますが、面倒になり全てを手放そうとした結果、悪い結果を引き起こしトラウマになりました。縁が大切だと思って、さまざまな人とうまくやっていこうと思って生きてきましたが、今後業界で働く上で前向きにこのまま進むべきなのか、それとも…と。あと今後関わっていくと運勢が良くなるようなタイプの人なども分かりましたら、タロットカードで占ってほしいです。よろしくお願いします、という内容です。人間関係は本当に難しいですよね。良かれと思ってやったことでも裏面に出て相手を傷つけてしまったりしますし、親しいからってずけずけと心の中に入ってくる人はちょっと嫌だな。まあ、私の場合仕事関係っていうのが特に嫌ですね。ちょっとご両親とも正直あまりいい関係を築けていないような感じですけども。わかりました。では人間関係についてタロットに聞いてみましょう。私が使うタロットカードはフランス語で夜を意味するタロット・ド・ラ・ニュイ。月あたりの下で強力な魔法をかける神秘のカード。求める答えを見つけ出すことができます。ではこれから N さんのタロットリーディングをします。まずタロットをスプレッドします。
カードをスプレッドしました。では タロットリーディング、鑑定結果が出ました。ですね、まあその人間関係ということなんですけども、現在の、まあN さんの状況を言います。まあ、人間関係ということなんですけども、今の状況はですね、まあ人をあんまりちょっとやっぱり信頼できてない状況なんですね。これが鳳凰のカードなんですけども、つまり、まあなんか、孤独になってる状況をちょっとこれが逆向きになってますんで、孤独な状態だということがわかります。次に障害となってるのが何かということなんですけども、これが、女教皇という、カードなんですが、これも、正位置ではないんですね。それで、鑑定をするとですね、まあ、人をこう、まあ、信頼できてない状況なのは、まあ、実はまあ、取り越し苦労っていうような、まあ、自分で思い込んでる強さっていうのが、ちょっとマイナスになってんじゃないかなという感じです。で、N さんは、結構お金は貯まりますね。だからこれ将来に向けて、就職に向けてアルバイトとかしてですね、お金は貯まっていくと思うんで、まあ無駄遣いせずに、コツコツ資金は、溜まっていくんじゃないかなと、これはまあ続けた方がいいと思います。で、ですね、これがまあ心の状態を表してるカードがあるんですけども、これが、ワンズのページっていうカードになってますね。まあ、先ほどのこれがちょっと説明し忘れましたけど、ペンタクルって言いまして、金貨のカードなんですね。これが正位置になってまして、まあ、お金、基本的には全体的にお金を意味しているんですけど、ということでお金が貯まるというふうに言っております。で、これがワンドのページ、これが、こちらから見ると逆位置に立ってるんですが、まあ取り越し苦労っていうカードも出てますし、まあなんか自分孤独感感じたりしてるんですけども、
非常にちょっとね、思い込みが強いっていうことなんだな、これ人に対しての、 悪いように悪いようにちょっと考えてるんじゃないかなっていうのが、で、まあ、というのもですね、過去を自分がどうだったかっていうのもカードに出てるんですけども、人間関係で言うと、まあ、何らかしらの過去の体験で、これは、ソードのエースなんですけども、まあ、傷つけられた、もしくは傷つけられて、また逆に自分が傷つけたっていうような過去があるんじゃないかなっていう、これがかなり自分の今に影響を与えてるんじゃないかなって気がするんですね。ソードっていうのは剣ですから、まあそういう意味が今の N さんの気持ちを作っちゃったんじゃないかなと。で、じゃあこれからに移っていくんですけども、これもソードの、まあ、4という数字なんですけども、実はこれね、逆位置なんですが、実はこう徐々に動き出してるというカードなんです。要するにいい方に動き出してるっていうふうに考えていいです。これ人間関係、の、改善ということが、徐々に動き出してると。ですので、まあ、過去のトラウマっていうのはあると思いますが、時間、これ近い未来ですから、この3ヶ月ぐらい、まあだから今年いっぱいぐらいで、だんだんと動き出して良くなっていくっていう人間関係ですね。これ全部人間関係で、言えると思います。で、次にですね、これすごくいいカードなんですね。これはカップスのクイーン、非常にこう女性、美しい女性が立っていますけども、この正位置に、カップス、まあカップですよね、杯みたいなものですけども、これのクイーンというのはですね、非常に母性愛が強くて、しかも女性からの愛情を受け取るっていう、友達は、なんかこう好感を持ってくれてるんじゃないかなっていうカードなんですよね、これ。ですので、その辺を、それちょっと自信持った方がいいんじゃないかな。今だからちょっとネガティブなんですよね、本当にね。それが一番問題だと思うので、そこをまず自分で改善をすると。ポジティブになるべくものを考えるようにする。じゃあ、どうしたらポジティブになるかっていうのもあるんですけども、で、これですね。これもやっぱり、まあ、新しい状況の始まりっていうのを表してるんですが、ワンズの3なんですけども、まあ、杖って言いますか、棒ですよね。で、これを、ですね、
妨げてるものっていうのがここに出てる。まあ取り越し苦労みたいなものが出てる。なので、今のところ停滞をしてるってことなんですね。だけど3ヶ月、まあ今年いっぱいぐらいで動き出していきます。で、これが実はこれ願望を表してるんです。願望としては、これやっぱちょっとネガティブなんだな。だからネガティブカーブが結構出てるんで、ここは、リスタートのカードなんですけども、ひょっとしたら、まあ家庭的なことっていうことも考えると、まあ将来的に独立っていうことも考えてもいいんじゃないかなと。まあ自分で生活をするっていうことですね。だから仕事はまあ家のそばでするというよりは、まあ一人住まいでやった方がいいかもしれません。まあ、最後のカードになるんですけども、これです。これです。カップスのキング。これはキングですから強いカードですよね。それが徐々に動き出してる。ただNさんのひょっとして、友達関係から周りの人に対してあんまり親切じゃないかもしれない。それが自分の改善点だと思ってください。それで、まあ、これ逆向いてます。で、これが、こっち側表に向いたとすると、まあ、この表になると、非常にこう、強い、まあ、不誠実な部分がちょっとあったけども、まあ、当然誠実になっていくわけなんですが、ここを気をつけて、まあ人に対しての思いやりを持って接すると、助けてくれるのは、男性ですね。この、まあ自分が信頼が受けると思った男性と、まあこれはボーイフレンドなのか、ちょっとどういう人だか分かりませんけども、こういう人に、出会って、前向きに、いけると思うんで、その仕事に対しても結構男性が気になるんじゃないかなって気がします。ですので、これから、まあ女性の友達も大事にすることも当たり前なんですけども、まあちょっと周りの男性、まあ学校の男性、もしくはアルバイトしてたらアルバイトしてる、周りの男性を見るようにすると、何か変化、幸運が舞い込んでくる可能性があるんじゃないかな。で、おさらいしますと、今正直ネガティブな状況なんで、まあ取り越し苦労があったりするけども、そんなに周りは、まあ悪く思ってないし、自分の心の開き方によって
必ず好転していくんじゃないかなと。それがこの近い、今年3ヶ月ぐらい先ぐらいですけども、と思って、とにかく前向きに生きていくってことが大事だっていうふうにカードから出てます。もう一度、まとめのアドバイスを言いますと、まずポジティブになる、次に誠実な行動をとる、そして、女性としての魅力を持ってますんで女性磨きで母性愛ですね、母性愛を持って人に接する、それで自分を応援してくれるだろう、アドバイスをくれる、力になってくれる男性、ちょっと探してみてください。以上で鑑定とします。 N さんにフィッティングした映画は1990年制作のプリティーウーマン。まあこれ有名な映画ですけども、まあ見た人も多いと思うんですが、何度見てもいいです。ゲイリー・マーシャル監督、リチャード・ギア、ジュリア・ロバーツの主演映画です。これはですね、その1990年の、全米興行第1位となった作品でして、もう圧倒的な女性の支持を得ました。でこの、ストーリーを簡単にちょっと説明しますと、この、ジュリア・ロバーツの役柄というのがですね、ハリウッドの娼婦なんですね。それで、まあ偶然知り合ったウォール街の実業家、これがリチャード・ギアなんですが、まあ、彼に、まあ、一晩娼婦として、夜を共にするわけです。でこの、ジュリア・ロバーツに、興味を持ったリチャード・ギアがですね、1週間の愛人契約を結ぶんです。これがこの1週間っていうのはですね、まあとにかくこう髪型からまあ雰囲気も含めて、それからまあ洋服もですね、綺麗な洋服を買ってあげたりとかして、まあ、はっきり言って身なりは全然良くなくてですね、まあ、ちょっとあばずれ感があったんですけども、これがどん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 綺麗になっていきまして、もう淑女に変身するという、まさにこの変身ぶりがですね、こんなに女性って美しくなるんだっていうところが、見どころと言いますか、まさにこう現代のシンデレラストーリーなんですけども、でこの、何といってもこのジュリア・ロバーツなんですけども、この映画をきっかけにですね、いきなりスター女優になりまして、まさにシンデレラストーリーをですね地で行ったという感じで、見終わった感想としては、とにかくジュリア・ロバーツの美しさっていうのがまずは言えます。 N さんもですねこの映画を見たら、女性っていうのは女磨きをするとすっごい綺麗に変身するんだなっていうふうに思うんじゃないかな。あれですよ、女性って向上心とかから自信を持てばどんどん綺麗になってきますからね。でまあ見終わった後はですね、とっても幸せになると思います。ぜひプリティーウーマン見てください。あなただけのムービーフィッティング、映画でソル。